今回は村上宗隆さんと原恵梨香さんの相性を鑑定しています相性診断の画面からまず村上さんを呼び出します次に原さんを呼び出します 二人の診断を実行をタップしますお互いの過言は二つあるので仲の良い関係です十二運は同じ棒を持っているので価値観が一致しやすいです村上さんの兆光養人日の絵が原さんの命にあるので村上さんは原さんによって運気をアップすることができます 原さんは、長考用心日の絵を自分の命に持っているので、自分で運気を上げることができます。日種の対比は、村上さんの日種、かのえから、原さんの日種、土の絵を見ると、食人。相手に対して居心地の良さを感じます。原さんの日種、土の絵から、 村上さんの日誌「かのえ」を見ると変異となり相手が何をしても可愛く感じ自然でいることができます次に二人の名を見てみますまず村上さんの名式を表示します月始源明」のタブをタップします月誌「源明」「印刷」「ナルシスト」「芸術家」 繊細な神経の持ち主、好みがはっきりしている、のめり込むことが多い。対性診断の画面に戻って、原さんの名式を呼び出してみます。月始原名のタブをタップします。月始原名、性官、エリート、清潔感、自尊心、プライドが高い、他人に厳しい、欠 名シに戻って吉祥星を見ると日中に会合があります会合は安全で平凡で常識的な生き方をすると出世しないトラブルに遭いやすいということになります特に女性の場合は早くに結婚をして家庭に入ってしまうと家庭内にトラブル事件を抱えやすくなりますつまり 結婚は遅い方が良いですし結婚をしても仕事を続けるべきですまとめるとお互いの看合は2つあるので仲の良い関係同じ住人を持っているので価値観が一致しやすい村上さんの調光用人が原さんの命にあるので村上さんは原さんによって運気がアップする 原さんは自分の命に調工用心を持つので、他に頼らずとも自分で運気をアップできる。日種の対比は、お互い居心地の良い関係。村上さんは、月誌元明審寿、ナルシスト、繊細。原さんは、月誌元明政官、エリート、他人に厳しい。 原さんの命に会合がある。結婚は遅い方が良い結婚をしても仕事を続けるべきである今回はここまでです。